新しいまたモレリアえってじゃあじゃあじゃあこれが俺が4年以上いつも履いてるモレリアのクロスステッチでステッチね縦のステッチが入ってるんよ。ああでこっちが今回ノーマルステッチって言って横のステッチしか入ってない新品のモレリア。でもその縦のステッチ入ってないのと何かあるんですか。これは縦のステッチが入ることで横伸びが抑制されてんのとこのボコボコしてグリップ感が強いと思ったから俺は最初からこのクロスステッチを選んでんけど、なんかノーマルステッチって言われるとこっちの方がスタンダードなデザインじゃんって思う人も多いと思うから今日は見ていきますと。めちゃくちゃカンガルー柔らかい。そして白さ全然ちゃう。やっぱりやっぱ革やったら履き心地最初からいい。余裕でいい。今もこれ試合出るっていうから白さ全然ちゃう。確かに絶対やりやすいよ。OK やっぱ履き心地はナンバーワンやわ。全然ちゃう。バリカルモレリア2ジャパンのノーマルステッチのレビューしていきます。新しいカンガルーバリやりやすい。反発感やっぱり人工比較にはないカンガルーの絶妙な柔らかさが最高で、僕はねカンガルーの中ではモレリアが一番好きです。そして 210g でめっちゃ軽いんですよ。柔らかっ。クロスステッチに比べてインステップはちょっとスリムな感じしますけど、スポンジ感あってねインパクトは全然問題ないです。やりやすいです。新しいのもあるんですけど、インサイドのスポンジ感がクロスステッチよりちょっと強いかなと。インスタにも止めて蹴る動画とか結構出してるんで、またフォローお願いします。とにかくね、止めて蹴るはクソやりやすいんで、ボランチの選手は一回履いてみてほしいですね。止めて蹴るわ。めっちゃ軽い。インサイドキックの蹴りやすさもめっちゃ良くて、人工比較の硬さとはちょっと違うね柔らかい反発感が僕はめっちゃ好きです。今日みたいなめちゃめちゃ晴れてる人工芝のグラウンドやとポイントのグリップはね結構効きますね。ノーマルステッチはクロスステッチに比べてやっぱりちょっとだけねインステップ滑るかなっていう印象があります。でインステップの見た目もタッチ感もちょっとスリムやなと、横伸びするのを前提で作られてるんかなっていうような気はします。足首痛いけど3本連チャンいきます。足首 90% ぐらいまで戻ってきたと思うんですけど、ロングキックスポンジ感めっちゃ強い。クロスステッチの時はそこまで思わんかったと思うんですけど、インステップとかターンあたりのスポンジ感伸びていく感がねすごい強いなと。インパクトは問題ないな。やっぱり回転は縦のステッチ入ってるクロスステッチの方がかけやすいかなって。ちょっとグリップかけにくいかな。やっぱグリップ感ちょっと弱いわ。でモレリアはやっぱりカーブもめっちゃ蹴りやすいです。ナイボーコントロールしやすい。柔らかカンガルーの柔らかさがボールを押し出す感っていうのがね最高なんですよ。縦ステッチなくても普通に蹴りやすいなと思いました。クロスステッチの方が回転かけやすいかどうかまではちょっと分かんないです。余裕1本目。これがほんまにトラップしに行った1本目なんですけど、クロスステッチの時も言いましたけど、ほんまに今日から試合で履けるっていうぐらい履き心地とかタッチ感もね最高です。スポンジ感めっちゃいい。まずでこの初回のレビューでのモレリアの履き心地の良さとかって最高なんで、足入れした瞬間にモレリアに決めましたっていう人多いですけど、まあ、それはね絶対間違いないと思います。うますぎやろ。やっぱ前足部がしっかり柔らかいんでつま先の屈曲感とか感じながら飛べますし、実際 5g ぐらい軽かったような気がするんですけど、クロスステッチよりも軽い気がします。
つま先が細長くてちょいスリムっていうのもね、ドリブルの時はめっちゃいいなと思いました。クロスステッチよりもちょっと滑る感じあるんですけど、いい意味でちょっとボールが靴から離れていってくれるみたいなタッチ感なんで、ドリブルしやすいなと思います。丸ポイントのグリップもかかと周りとか履き口の履き心地も最高なんで、もうずっと最高っすね。クロスステッチは結構グリップ強めなんで、ドリブルはノーマルステッチの方がやりやすいかもしれないですね。いつもレビューの時はサイズ感統一するためにタビオの5本指履いてるんですけど、今回もずっとモレリアアクティバイタルで履いてるんで、アクティバイタル履いてて、でも違和感とかね、窮屈さとか全くないです。インソールちょっと肝っぽくてグリップ弱いんかなと思う人いるかもしれないんですけど、グリップ効きすぎることないんですけど、滑るとかもなくて僕は好きっすね。ずっとモレリアのインソールは。ただ前への推進力とかっていうのは、まあ、少ないですよね。モレリアラバーとしては推進力とかよりね、履き心地とか柔らかさ優先する人が多いですよ、ね、やっぱりノーマルステッチもクロスステッチも天然比較カンガルーのスパイクの中では僕はいっちゃん好きかなと思います。やっぱり履き心地が最高やと最高なテンションでトレーニングできますよね。どうやった？まあやはりトラップとかはやりやすそうではあった。めっちゃやりやすいわ。この白モレリア最高のテンションでしかもレビューできる。でもあれちゃう、割とインパクト強そうやったから。なんかこのクロスステッチのふにゃふにゃに慣れてるからかもしれんけど、スポンジ感めっちゃ強くてポーンって跳ねていく感じ、リフティングですら感じたわ。確かに伸びてきてたから、ああかなりやりやすいけど、やっぱ最初懸念してた通りステッチの滑りはクロスステッチよりちょっと感じるかなっていうのを、まあ、俺はずっとクロスステッチ履いてるから、まあ絶対やりやすいと思うんで、まだ履いてる人はコメントよろしくお願いします。ありがとうございます。